こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずはトヨタによる車のチャリティーイベント、日系人の劇団グレートフルクレーンアンサンブル、そしてロサンゼルスドジャースの展示です。特集です。今週はフォーカスソーカル、芸術家ジェイコブ橋本さんのインタビューです。ローカルイベントのお知らせ、今週の占いもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずはトヨタによるチャリティーイベントです。100台の車が慈善団体へ寄付されました。ご覧ください。トーランスのトヨタモーターセールス本社で3月27日100カーズフォーグッドというチャリティープログラムの受賞式が行われました。このプログラムはトヨタが2011年から始めたもので、全米の100の NPO 団体にトヨタ車を1台ずつ寄付するというものです。今回は2013年に応募し選ばれたロサンゼルス周辺の9つの団体に対してミニバンシエナ、またはピックアップトラックタンドラが寄付されました。車がそのいろんな方の役に立つっていうのはやっぱり我々にとって非常に嬉しいことですし、そういうことをいろいろこう地道な活動されている方々に喜んでいただくと本当に我々にとっては嬉しいことですので、そういう趣旨で我々もここでアメリカでですね、いろいろビジネスさせていただいている以上、ここの地域の方々に多少なりともやっぱ貢献していくっていうのが我々の義務だと思ってますので、その一環でやらさせていただいています。2013年の100カーズフォーグッドにはおよそ2000の応募があり、250の団体がファイナリストとして選ばれました。その後の50日間、 Facebook 上に毎日5つの団体がリストアップされ、その中から一般投票の多かった2つの団体に車が寄付されるという仕組みです。また受賞を逃した150のファイナリストにも1000ドルずつが寄付されます。So another benefit that came to these organizations is that we taught many of them how to use social media. We gave them a little handheld video camera, so if they wanted to put a video up, they would be able to do that. And so it was not only did they gain for those who won a vehicle, but for all the competitors, they learned how to expand their presence in the world of social media. 退役軍人などを音楽活動を通してサポートするザ・ロック・クラブ&ロック・フォー・ベッツも当選した団体の一つです。We're so thankful for Toyota and 100 Cars for Good. We won a Toyota Sienna and we should get the vehicle in just a few days. But being here at the headquarters, seeing all these nice people, we feel very blessed to actually receive a car from Toyota. So we couldn't ask for anything better. 受賞した各団体は NPO の日々の活動で今回寄付されたトヨタ車を活用していく予定です。はい、続いては日系人の劇団によるディナーです。東日本大震災の被災地へ支援の気持ちを伝えるためにも多くの人が集まりました。どうぞ。リトル東京の西本願寺で3月22日日系人による劇団グレートフルクレーンアンサンブルの夕食会が開かれました。グレートフルクレーンアンサンブルは日系人の歴史を伝えるため舞台やコンサートなどを開き、教育プログラムの促進などを行っている日系アメリカ人の団体です。この日は12人のメンバーが芝居や歌を交えながら1950年代60年代の懐かしの歌を披露しました。 It reminds me of the old days when I was growing up. I really related to the Howdy Doody song. So it's really nice to be here with the family tonight.I recognize most of the songs. It's not really my era, but it's my parents' era, so I recognize all the songs, pretty much. Singing along to some of them. また、この団体は4月3日から被災地の南三陸町、女川町、石巻市にある学校や仮設住宅、仮設商業施設を訪れ、講演を行います。Grateful Crane Ensemble is traveling to Japan to the earthquake-stricken areas after the third anniversary.To let people know that we haven't forgotten, that there is hope and there is support from people in the United States. We are also establishing a playground for the people, and not only the children, but for the entire community, to let again
The people of Japan know the people of America are there to support them. この日はおよそ380人が舞台を鑑賞し、集まった寄付金は公演の遊具を寄付するためなどに使われるということです。はい。次はプロ野球です。ロサンゼルスドジャースと日本との絆を見ることができる展示が始まりました。ご覧ください。リトル東京にある全米日系人博物館で、ドジャース、ゲームの同士という新しい展示が始まり、そのレセプションが3月28日、全米日系人博物館で開かれました。展示では、ロサンゼルスのプロ野球チーム、ロサンゼルスドジャースで過去に業績を残した4人の選手、ジャッキー・ロビンソン選手、フェルナンド・バレンズエラ投手、チャンホ・パーク投手、野茂英雄投手と、殿堂入りしたトミー・ラソダ監督が取り上げられています。会場には1961年、読売ジャイアンツが当時フロリダでキャンプトレーニングをしていたドジャースを訪れ、日本の球団として初めてメジャーリーグでキャンプを行った時の写真や、野茂投手がドジャースでの初登板で使用した帽子など、100点余りが展示されています。I can remember the day that Mr. O'Malley called me in his office and said, Tommy, I want you to go to Japan and I want you to work with the Tokyo Giants and do everything you can to help them. Because Mr. O'Malley built a bridge from here to Japan. To be there as many times as I was,I enjoyed every bit of it because we have developed a great relationship between two countries. And to see this thing here with the Dodgers involved with it makes you feel proud. この日は球団の元オーナー、ピーター・オマリー氏も姿を見せ、展示の実現を祝いました。このドジャース、ゲームの同士は9月14日まで全米日系人博物館で開かれています。以上ニュースでした。 CM の後は地元のお役立ち情報をご紹介するフォーカスソーカルです。今週の特集はフォーカスソーカルです。レポーターは太田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ太田さん、今日はどんな話題でしょうか。今日はロサンゼルス現代美術館、皆さんはモカという、はい、名称で親しまれているかと思うんですけれども、そちらで展示が行われていますジェイコブ橋本さんという方にインタビューしてきました。橋本さんというと日系人の方ですか。お父様は日本人でいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、そちらも含めてジェイコブさんの芸術観とか、あとその作品について伺ってきました。はい、どんな展示なんでしょうか。早速ご覧いただきましょう。ウエストハリウッドにあるモカロサンゼルス現代美術館パシフィックデザインセンターのギャラリーで、ジェイコブ橋本さんのガスジャイアントというインスタレーションの展示が3月から公開になりました。ニューヨークを拠点に活動する橋本さんは、日本とアイルランド系のハーフでコロラド生まれ、主にアメリカやイタリアでタコのようなオブジェを天井から吊り下げるインスタレーションの作品を多く作り、個展を開いています。今回はデザインセンターのギャラリー1階と2階合わせておよそ300平方メートルの空間をオブジェで埋め尽くします。展示公開の3日前、その設置作業中のジェイコブさんにお話を伺いました。 The work comes out of painting, and it comes out of a sense of kind of wanting to build these kind of vast, field painting like spaces that were evidenced in American, post-war American art.Kind of after 1945. Yeah, I'm also interested in big kind of expansive spaces and these sorts of pictorial environments that allow you to kind of just relax into them. The pieces turn out to be very architectural in the way that they function. In this show in particular, because we're working with the ground floor and the second floor as kind of one continuous artwork, I really wanted to shape the way people move through the artwork. So we completely closed one access point downstairs and you're forced to come in a certain direction. You're in this little alcove and then you travel upstairs. And the downstairs is very cave-like. It's very low feeling. It's much more dense. It's kind of chaotic.
And as you come up the stairs, you vault into this huge kind of billowing canopy with these cubes that go across the top, and then turn the corner into this kind of really vertical space. I mean, that creates sort of a physical narrative through the artwork. 今回展示に使われたパーツはおよそ3万個。過去に行われた展示のパーツを世界中からロサンゼルスに集約しました。和紙と竹で作られたタコのようなオブジェは一つ一つが手作りで形やデザインも違います。It takes about 3 minutes start to finish to make one piece without the collage work. And then with the collaging, you know, those can take up to half an hour to 45 minutes a piece to 2 hours, depending on how complicated the design is. タコ作りが趣味だったという父親を見て育ったジェイコブさんは、学生時代、絵画の創作に行き詰まった時にタコ作りを始めました。My dad always built kites out of bamboo, and he used to tell me these stories about how his mother used to get incredibly angry with his father because he would steal the chopsticks and cut them up and build little kites. They were poor, they lived in Denver, and my grandfather was a chemist, not a very good businessman. And so when you know you cut up your eating utensils, it's really a problem. もう一つの素材、和紙にもこだわりがあります。All the papers that we use are Japanese papers. And somebody asked me at one point if it was a content issue. You know, is it an homage to my, you know, to being half Japanese? And in truth, it's because the Japanese make the best papers of this kind. They've got incredibly long fibers. When you collage with them, they stay flat. They're consistent. ジェイコブさんは5年間アシスタントをしたあるアーティストに影響を受けました。She's a Japanese artist. Her name's Keiko Hara. She taught me a lot. We made a bunch of shoji screens, which taught me a tremendous amount about the way these kinds of papers behave. And she was a huge influence. So I think more than probably from an artistic standpoint, more than kind of my cultural heritage. 助手9人で数ヶ月かけて設置したこの作品も2ヶ月後には取り壊されてしまいます。These are temporary experiences, and that they exist in one way at one moment is really important. And I think that there's a sense of kind of that this thing has a lifespan, and I think that that's really poetic. So the more beautiful we make it, the kind of more poetic it makes it when we take it down. So it's like a sand mandala, right? ガスジャイアントはロサンゼルス現代美術館のパシフィックデザインセンターで6月8日まで展示されています。うわあ、随分と大きな作品なんですね。あれだけたくさんのオブジェが天井から吊るされている作品、私初めて見ました。3万個ですから、一つ一つ手作りで表情がそれぞれ違って面白いですよね。和紙と、ね、竹でできているんですけれども、色合いがとても、ね、明るかったり面白いですね。はい、モカは、入場料がかかるんですけれども、こちらパシフィックデザインセンターの方は無料ということなんです。そうですか。モカも注目する若手芸術家ジェイコブ橋本さん、今後の活躍が楽しみです。太田さん、ありがとうございました。以上、フォーカスソーカルでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いです。続けてどうぞ。4月から日本が加盟する子どもの連れ去りの防止を目的とした国際条約、ハーグ条約についての説明会が4月11日金曜日午前10時よりリトル東京にて開催されます。参加費は5ドル、お申し込みはオンラインまたはご覧の E メールまで。オーロラ日本語奨学金基金はチャリティーゴルフトーナメントのための当日ボランティアを募集しています。トーナメントは4月14日月曜日にサンディマスのビアバルデカントリークラブにて開催されます。ご興味のある方はご覧の電話番号までお問い合わせください。太鼓プロジェクトと金子龍太郎による太鼓コンサートライフリズムが4月19日土曜日午後7時30分よりロサンゼルスカウンティ美術館のビングシアターにて開催されます。入場料は25ドルです。チケットの予約と詳細はご覧のところまで。
占いが気になる方は UTV のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと、詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTV のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。